模擬切手10円模擬切手は、郵便作業の練習用や、郵便自動化試験用等に使用するために、作成された切手である。模擬切手は、郵政省から発売された正規の切手ではなく、郵便作業の練習用や、郵便自動化試験用等に使用するために、作成された切手である。主なものに模擬コイル切手、模擬切手、実践切手、テストコイル切手、 学面印字テストコイル切手がある。正規に発行された切手ではないため、発行年や発行背景などの正確な情報が得られていないものもある。したがって、各種文献や郵政資料などから信頼性の高いデータの収集と公開が必要である。1938年、日本タイプライター株式会社製の切手、自動調布機の試験用に作成された。 コイル切手である。スタンパル、無双形、霞系の3種の印面種があり、いずれも赤字で印刷されている。郵便作業の練習用に作成された切手である。無額面、1円、2円、3円、4円、5円、8円、10円、20円、30円、40円、50円、100円の印面種がある。8円、10円、20円、50円。 100円以外の因面種は減損数が少なく希少である。郵政職員研修用に作成されたシール式の切手である。魚に7円、日本地図に15円、菊に面年人域入式などの因面種がある。1966年頃、郵便児童取り揃え応印機の試験用に印刷局で作成された切手である。金魚と菩薩の印面種があり、 額面は0円となっている。残存数は少なく希少である。2021年5月流出したものがネットオークションで販売されも増切って取締法違反で摘発された。これとは別に東芝によって色検知方式の試験用に作成された切手がある。これはエンゼルフィッシュ東芝ロゴに 通常の切手の額面に該当する箇所に製造年の1967という数字が表記されている。1967年から1972年頃、郵便自動取り揃え応印機の試験用に作成された切手である。数種類の普通切手を大切手としており、額面は日本線で抹消されている。 1978年から1981年頃、切手自販機の試験用に作成されたコイル切手である。白地に黒数字、青地に白数字の2種類がある。額面はそれぞれに10、40、60、100の4額面がある。1997年発行の額面人字コイル切手のテスト用に作成されたコイル切手である。 オムロン株式会社によって制作され、青時代史、紫時代史の2種類がある。1970年代末頃に、上海で製造された切手印刷機械のテスト用に印刷され、工場の労働者に配られたと言われる模擬切手が存在する。ありがとうございます。